ここから上の帽子を編んでいきます。こっちの右側の端から新しく糸を付け足して編んでいきます。この端っこの目から1、2、3個飛ばして4個目の目にかぎ針を入れます。で、新しく糸を付け足します。で、鎖編みを1回して、で、1段目は細編みで編んでいくのですが、新しく糸を付け足した目と次の目で減らし目を1回します。この同じ目にかぎ針を入れて糸を持ってきて、そのまま次の目にもかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきて、この3つかかっているのを一気に引き抜きます。で、もう一回減らし目をします。次の目と次の目でもう一回減らし目をします。で、次の目から普通に細編みを編んでいきます。この細編みを全部で40目、最初と次で減らし目を2回して、で、次の目から40目細編みをしていきます。こんな感じで40目編んでみてください。40目細編みが編めました。あと7目残っています。そしたら次と次で減らし目を1回します。次の目にかぎ針を入れて持ってきて、また次の目にかぎ針を入れて持ってきて、3本を一気に引き抜きます。で、次と次も減らし目を1回します。これで、あと3つ残っている状態で、2段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを3回してひっくり返して、で、2段目からはこの下で編んでいた編み方と全く同じ感じで編んでいきます。で、根元と次で1回長編みの減らし目をします。かぎ針に糸を引っ掛けて、根元にかぎ針を入れて糸を持ってきて、手前の2つを引き抜きます。で、かぎ針に糸を引っ掛けて、同じ目ではなくその次の目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきて、手前の2つを引き抜いて、3本を一気に引き抜きます。これで1つ長編みの減らし目ができました。で、あとは同じように長編みの2目を一度に編む編み方で、こんな感じで最後の2目の手前まで編んでいきます。2段目のあと2目のところまで来ました。あと2目も長編みの減らし目を1回します。これで2段目が完成です。で、3段目から10段目はこの今まで編んでた長編み2目を一度に編む編み方で、ずっと増減なしで編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを3回してひっくり返して、根元から長編み2目を一度に編んでいくのを増減なしでずっと10段目まで編んでいきます。こんな感じで最後まで編めたら、また立ち上がりの鎖編みを3回して、またひっくり返して編んでいくのを10段目まで
編んでみてください。バーッと増減なしで10段目まで編めました。1段目からの縦の長さを測っておきます。だいたい15センチぐらいになります。そしたら11段目から減らし目をしていきます。立ち上がりの鎖編みを3回してひっくり返します。でまず根元から17目、長編みの2目を一度に編むやつを17回編んでいきます。1、2、3、16、17回、編みました。そしたら次から、減らし目を4回していきます。かぎ針に糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて糸を持ってきて手前の2つを引き抜いて、でまたかぎ針に糸を引っ掛けてから隣の目にかぎ針を入れて糸を持ってきます。で手前の2つを引き抜いて3本を一気に引き抜きます。これで1つ長編みの減らし目ができました。これをあと3回編んでいきます。次と次で減らし目、また次と次で減らし目、最後次と次で減らし目。これで4回減らし目ができました。で最後の17目は普通にこっちと同じように編んでいきます。次の目から1、2、3、17回編めました。そしたら12段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを3回してひっくり返して、12段目も11段目と同じように、真ん中で4回減らし目をします。まず根元から15目編んでいきます。1、2、3、15回編みました。そしたら次から4回減らし目、長編みの減らし目をしていきます。1、2、3、4回減らし目ができました。であとこっちと同じように15回編んでいきます。1、2、3、15回編めました。そしたら13段目に入ります。13段目で減らし目はラストです。立ち上がりの鎖編みを3回してひっくり返して、次は根元から13目編んでいきます。1、2、13回編めました。そしたら次からまた、4回減らし目をしていきます。1、次と次で2、次と次で3、最後次と次で4、
で、次の目から13目また同じように長編みの2目を一度に編んでいきます。1、2、13目編んで最後の目まで来ました。14段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを3回して繰り返して、14段目は増減なしで長編みの2目を一度に編んでいきます。全部で30回編んでいきます。こんな感じで最後まで編んでみてください。増減なしで最後まで編めました。そしたらここで終わりなので切ります。で、切った糸端でここをくっつけていくので長めに残してカットします。で、引き抜いて表裏を自分で決めたら、この帽子の上をくっつけていきます。とじ針を用意して、とじ針の穴に糸端を入れて、よいしょ、でぐるぐるとくっつけていきます。端からこのようにとじ針を入れてぐるぐるします。最後までぐるぐるできました。そしたら裏側に移動して、で裏側で適当に表に響かないようにくぐらせます。で、何回かくぐらせたら根元でカットして、これで帽子ができました。あとはついでにこの出ている糸端も裏側で糸処理していきます。糸処理が全部完成しました。そしたら、最後にこの周りの縁を細編みで一周編んでいって、あとはボタンをつけます。まず細編みを一周編んでいきます。で、新しく付け足す場所は、この最後の段で細編みをしたところのこの端っこの目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきます。で、鎖編みを1回して、で新しく付け足したところの目と同じ目にかぎ針を入れて細編みを1回します。で、次は隣のこの穴に1回細編みをします。で、次はこの段とこの段の境にあるこの目に1回細編みを編んで、で、次はここに立ち上がりの鎖編みが3目あるので、その開いた穴に細編みを1回、で、次はこの段とこの段の境目にあるこの目に1回細編み、次は長編みを2目同時に編んだところなので、この長編みのところに1回細編み、
次は3回目に1回細編み、次は、立ち上がりの鎖編みがあるのでその穴に1回細編み、次は、間に1回細編み、ここは長編みの2目同時に編んだところがあるので長編みのところに1回細編み、境目に1回細編み、鎖編みのところに1回細編み、これで、上の方まで来ました。そしたらこの角の部分は、1回鎖編みをしてで同じ目にもう1回細編みを編みます。で、次のこの目から細編みを1回ずつ編んでいきます。2、3、4、5、5回細編みをまっすぐに編みました。そしたら次に帽子の部分に入っていきます。で次は帽子の1段目で編んだ細編みのところに1回細編み、次は立ち上がりの鎖編みがあるのでこの穴に1回この細編みで間に1回細編み、次は長編みのところなので長編みの部分に1回細編み、境に1回細編みをして次は立ち上がりの鎖編みのところに1回細編み、境に1回細編み、長編みのところに1回細編み、境のところに1回細編み、こんな感じで繰り返し細編みを編んでいきます。帽子の上の真ん中まで来ました。そしたらここは編まないでその隣の長編みをした部分のところに細編みを1回編みます。であとは同じように間に1回、鎖編みをした部分に1回、間に1回、長編みの部分に1回、こんな感じで繰り返しまた帽子の最後の方まで編んでいきます。帽子の最後の方まで編めました。そしたらこのまっすぐの部分に5回細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5で鎖編みを1回してまた同じ目に細編みを1回します。また同じように長編みの部分に1回編んで境に1回で鎖編みの部分に1回境に1回長編みの部分に1回と繰り返し編んでいきます。で最後の目はこの、最後の段で編んだ細編みのところに1回編んでこれで縁の部分に細編みが編めたので糸処理できるところでカットして引き抜きます。であとはこの糸処理をしていきます。糸処理ができました。そしたら、実際に着させてみて、ボタンの位置を決めます。で大体のボタンの位置を決めたら新しく糸を入れたとじ針で決めた位置のところにとじ針を入れてでボタンの穴にも入れてぐるぐるさせていきます。で何回かぐるぐるさせたら後ろで糸処理をしていきます。後ろでくぐらせて糸処理をしました。根元でカットして
でこっち側もとじ針の穴に入れて、で後ろに持ってきて同じように糸処理をします。これでボタンがくっつけられました。こんな感じに仕上がりました。そしたら最後に耳を作っていきます。今回は2種類の耳を作っていきます。まずはじめにクマの耳を作って、で最後にウサギの耳を作って、で今回はクマの耳でくっつけていきますが、ウサギの耳でも同じ位置にくっつけて大丈夫です。それでは最初にクマの耳から編んでいきます。輪の作り目から始めていきます。2本の指でくるくると2回巻いて輪っかを作ります。でかぎ針を輪の中に入れて糸を引っ掛けて持ってきます。で鎖編みを1回して、この輪の中に6回細編みをします。かぎ針を輪の中に入れて引っ掛けて持ってきて2本を引き抜きます。1、2、3、4、5、6、この輪の中に6回細編みをしました。そしたら次にこの中心を絞っていきます。このままでもいいですが、かぎ針に引っかかっている糸を引き伸ばして一旦かぎ針を外してもいいです。で、糸端を少し引っ張って、引っ張ると、片方が反応して動くので、動いた方の糸をまた引っ張って、この片方の糸を絞ります。で最後にこの糸端を引っ張って、これで中心が絞れたので、かぎ針をまた元に戻してから、最初の細編みの頭に引き抜きます。この目から数えて 1、2、3、4、5、6、 6個目のこの6個目の目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて引き抜きます。これで1段目ができました。2段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを1回して、2段目はこの6目あるのを全部増し目していきます。根元から細編みを2回ずつ、1同じ目にもう1回細編みをします。次の目も2回細編みを編みます。1、2で次の目も2回細編みを編みます。3、次も2回、4、5、最後6。これで6目に2回ずつ細編みを編みました。で隣は、引き抜いたところで1回立ち上がっていて、その隣の目にかぎ針を入れて引き抜きます。これで2段目ができました。3段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを1回して、次は根元にまず増し目を1回します。1同じ目にもう1回編みます。で次の目に1回細編みを編みます。この2、1を繰り返し編んでいきます。次は2回編みます。1同じ目にもう1回、次は1回、次は2回、1、2、次は1回、この2、1を繰り返し編んでいきます。これで最後の目まで編めました。次のここが引き抜いたところで1個立ち上がっていて、その隣の目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきます。引き抜きます。これで3段目が完成です。
で4段目からは増減なしで、細編みをしていきます。立ち上がりの鎖編みを1回して根元から細編みを1目につき1回ずつ編んでいきます。全部で18目あると思います。でこの18目最後まで編んだらまた最初の、細編みの頭に引き抜いて立ち上がりの鎖編みを1回してまたぐるっと増減なしで編んでいくのを6段目まで編んでみてください。4段目から6段目まで増減なしで編めました。そしたらまた最初の細編みの頭に引き抜いてこれで耳一つが完成したので本体にくっつけていくので長めに残してカットします。で引き抜いてこれをもう一個同じのを作ります。次にウサギの耳の作り方を紹介していきます。ウサギの耳も輪の作り目から入っていきます。ぐるぐると2回巻いたらこの輪の中にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきます。で鎖編みを2回します。 1,2 でウサギの耳は中長編みで編んでいきます。かぎ針に糸を引っ掛けて輪の中にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきてこのかかっている3つを引き抜きます。これで一つ中長編みができました。この輪の中にあと7回、全部で8回中長編みを編みます。2 3 4 5 6 7 8、8回中長編みが編めました。そしたらここの中心を絞っていきます。糸端を少し引っ張って反応して動いた方の 糸をまた引っ張って片方を絞ります。でまた糸端を引っ張ってこれで中心が絞れました。そしたら最初の中長編みの頭に引き抜きます。この目から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8 8個目のこの目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて引き抜きます。これで1段目が完成しました。で2段目は立ち上がりの鎖編みを2回してまず根元に中長編みを2回編みます。かぎ針に糸を引っ掛けて根元にかぎ針を入れます。で糸を引っ掛けて持ってきて3本を引き抜きます。これをもう一回同じ目に編みます。これで増し目が1つできました。で次の目は1回中長編みを編みます。この 2,1 を繰り返し編んでいきます。次は増し目を1回、次は1回中長編み、次は増し目、次は1回、増し目を1回、中長編みを1回。これで最後の目まで来ました。隣のここは引き抜いたところで 1,2 と立ち上がっていてその隣のこの目にかぎ針を入れて引き抜きます。これで2段目が完成です。で3段目から7段目は増減なしで中長編みを編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを2回して根元から中長編みを1目につき1回ずつ全部で12目編んでいきます。こんな感
じで造形なしを7段目まで編んでみてください。7段目まで編めました。そしたら8段目は増し目をしていきます。立ち上がりの鎖編みを2回して、まず根元に1回中長編みを編みます。1で、次の目には増し目を1回します。1、同じ目にもう1回、2で、次の目は1回中長編みをします。これで1、2、1と編みました。この1、2、1を繰り返し編んでいきます。次は1回、次は増し目、次は1回、次も1回、次は増し目、次は1回、次は1回、次は増し目、次は1回。これで最後の目まで編めたので、最初の中長編みの頭に引き抜いて8段目が完成です。で、9段目から15段目はまた増減なしで編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを2回して、根元から中長編みで増減なしで編んでいきます。こんな感じで15段目の最後まで編んでみてください。編めました。これで完成なので、あとは帽子にくっつけるための糸を長めに用意してカットして引き抜いて、これをもう一個作ります。そしたら耳をくっつけていきます。この上の真ん中から数えて1、2、3、3段目ぐらいからこのように耳をくっつけていきたいと思います。で、自分の好きな位置で大丈夫です。好きな位置にとじ針を入れながらぐるぐるとくっつけていきます。このようにくっつけられました。そしたら裏側に移動して、また同じように糸処理をしていきます。そしたらもう一個の耳も同じように上のてっぺんから 1,2,3 3段目ぐらいからこのようにくっつけていきます。もう一つ耳がくっつけられて、これで耳がついたベビー用のケープの完成です。あったかくていい感じです。編むところが多くて大変だったと思いますが、最後まで編んでいただきありがとうございます。これからもかぎ針で簡単に編める可愛い作品をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。